B 型肝ワクチンヘプタバックスと、あと赤ちゃんの髄膜炎の原因菌になることも多い HIV、 インフルエンザ B 型菌の HIV と、あと肺炎球菌ですね。これ3つがワクチン注射でいきます。で最後ロタのワクチンはシロップで飲みます。はい、頑張るよ。1個太めは、ヘプタバックス肝炎です。なんか痛い、なんか薄くなる。大丈夫だ、大丈夫だ、クルちゃん、大丈夫だ。忘れよう、忘れました。はい、次はい、次大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。声が出てない。大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。わかるんだ。忘れよ、忘れよ、本当に泣いた、泣いた、痛かったね、ねえ、大丈夫だね、ついつい、ついシロップ、ダメ、かわいそう、大丈夫、大丈夫、OK、落ち着いた、あ、わかるんだね、落ち着いたね、わかるんだ、かわいそうな顔、すぐキャーって、もう一度、怖いはないけど痛いはあるからね。ピピしちゃった、ほら。ピピしちゃった。おお、しゃれ。今度は美味しいからね。毎月あるって。そうね、来月ともう一月とね。もう慣れますよね、そのうち。ね、赤ちゃんちっちゃいから抵抗力が弱いので、うん、どのウイルスとか菌に対しても早く免疫をつけてあげたいので、ちっちゃいうちにいっぱい。インドネシアは生まれた時に BCG とかみんなやるんじゃない？あります、あります。はい、あります。日本の赤ちゃんは生まれた時すぐはないので。あ、なるほど。うん、はい、国によってあの流行る病気とかも、あ、確かに確かに、感染症の度合いとかもちょっと違うから。危険性が違うから。なのでインドネシアは多分 A 型肝炎とかも2歳とかぐらいになったらやるんじゃないかと思うんだけど、日本は子供用の A 型肝炎は薬事法まだ通ってないので、あのそういうワクチンやる人はあのインドネシアとかに帰った時にやってきてもらってます。日本でやるとものすごく高いから、あの日本島国であんまりいろいろ衛生状況も良くて、いろんな病気が入ってきてなかったから、まあ、かあの B 型肝炎もあの全員やる定期になったのが割と最近なんですよ。そうですね、ほとんどね、お母さんは知ってると思うんだけど、甘露飴って日本の昔からある茶色いあの飴の薄くしたみたいな甘い飴の味がついてます。飲むの上手かな、甘いよ、シルク、シルクの中で。たまに下痢することがあります。あの、うんちから排泄されたのからもらって、たまに下痢することがあるので、しっかりおむつ替えの後、手を洗ってください。おしまい。美味しかったね。空っぽ。終わりました。大人は飲んじゃダメですかね。大人ダメなんです、これ。ノロウイルスのね、ワクチン出たら大人きっと飲みたいんですけど、うん、そうですよね、子供ので、しかもあの赤ちゃんの病気で腸重積ってインターサスペッションっていう病気があるので、それが6ヶ月ぐらいの子から多いんですね、うん、それが多くなる時期前に飲み終わるようになってるので、期間限定です。ワクチンが終わった後、必ず30分様子見てもらうので、はい、30分ぐらい、そうすると授乳しても大丈夫です。お風呂は1時間後以降だったら。こんにちは。大丈夫か。皮膚と肺炎球菌、腕にした2つは 10% から 30% ぐらいのお子さんで、ちょっと打ったとか赤くなったり、腫れたりすることがあります。あと、あの肺炎球菌。今日右手にしてました、はい、10人に1人くらい熱が出ることがあります。
一度くらいでおっぱい飲んだら大丈夫だねぐらいから、うん、あと夜中にギャーって泣いて、うん、あれって言って触ったらクドナンブっていう様々なんですけど、比較的熱出ても元気です。おっぱい大体少し飲みますので、暑い時は1枚脱がせて肌着にしてもらってバスタオルかけるくらい。Tadi lupa opening guys, akhirnya kalian juga gak suka opening kan? Ya hari ini habis ini ya, imunisasi pertama. Tadi pas disuntik langsung nangis deh sayang. Iya, dia tapi tahu deh. Kata dokternya sih gak terlalu rewel kata dokternya. Jadi dia cepet berhenti nangis ya, pinter. Pinter ya sayangnya. Tapi gak tahu ya, ntar malam katanya sih bakalan ada efek sampingnya. Demam gitu. Kalau demam ya, ya wajar dia bilang gitu. Tapi kalau demamnya berturut-turut 2-3 hari ya, demamnya nggak turun, nah ntar kita bakalan telepon ke dokternya lagi. Ya begitulah ya, dijelasin panjang lebar karena dokternya baik hati ya. Efek sampingnya begini, kalau anak lain begini, ya begitu. Benar-benar ramah ya dia. Ramah banget dokternya. Ya, orangnya baik. Baik banget, benar dijelasin. Sempat ada orang Indonesia juga yang ini berobat di situ. Makanya tadi dia cerita sih kayak gitu sayangnya. Iya dia. Terus kita juga sempat diskusi ya, bukan diskusi. Kita tanyain mau bawa Merucang ke Indonesia. Boleh enggak? Kata dokternya boleh, nanti sampai imunisasi yang ini ya gitu. Jadi kalau sampai di sini udah diimunisasi jadi tenang. Tadi sempat kita tanyain juga kapan-kapannya gitu. Tinggal beli tiket sayang. Ya tahu. Begitu bedanya imunisasi di Indonesia kayak gimana, aku nggak tahu juga, soalnya dulu waktu masih bayi pas diimunisasi aku nggak inget. Kayaknya kamu inget nggak? Aku inget loh, itu yang ini, yang ada titik tanda 6 itu ya. 9 itu 6? 9. Oh 9. 9. Oh nambah dulu 6 sayang. Enggak. 3 dong. 3. Jadi 12. 3. Tiga kali tiga, jadi 9. Gimana guys, kalau di Indonesia imunisasinya seperti apa? Coba komen di bawah, aku juga pengen tahu sih. Ya, sampai sini dulu guys videonya. Bye-bye. Bye-bye.